皆様こんにちは、ナビゲーターのリリです。今日は古代権力者のお墓、古墳を取り上げてみたいと思います。古墳は日本全国に約15万基以上あるそうですが、規模や知名度を考えると古墳の代表格は歴史の授業でおなじみの仁徳天皇陵、またの名を大仙陵古墳になると思います。昨年末頃にイギリス BBC がこの仁徳天皇陵について報じ、その番組が YouTube にもアップされているのですが、それを見た海外の人たちが一様に驚きの声を上げていましたので、今更になりますが、こちらでもこの古墳についてお伝えしたいと思いました。大変ご無沙汰していましたが、今日も最後まで私にお付き合いくださいね。今回ご紹介する動画は、昨年11月に放送されたイギリス BBC の番組になります。仁徳天皇陵について約6分間にまとめた動画が YouTube にアップされていますので、よろしければ動画説明欄のリンクからご覧ください。冒頭の古墳の説明で、古墳は昼間は人間が作り、夜は神が作ったと伝えられているというような出だしでしたが、これは仁徳天皇陵についての言い伝えではなく、同じ前方後円墳ではありますが、奈良県にある箸墓古墳の言い伝えになります。この箸墓古墳の実際の被葬者は明らかではありませんが、宮内庁により大一の墓として、第7代高齢天皇皇女の大和とと紐も祖姫の御事の墓に自浄、すなわち決定されているそうです。でも、昼間は人間が作り、夜は神が作ったという言い伝えは日本書紀によるものですが、どの古墳に当てはめてもおかしくないような雰囲気ですよね。ちょっと冒頭が気になりましたので、少し時間をかけてしまいましたが、次に今回の主役である仁徳天皇陵について簡単におさらいしてみたいと思います。この古墳は仁徳天皇陵の名で広く知られていますが、大阪府堺市大仙町にあることから、その地名にちなみ大仙陵古墳とも呼ばれています。ご存知、日本最大の古墳となり、その大きさは全長約486メートル、後円部の直径が約249メートル、高さ約36メートル、そして前方部の幅約307メートル、その高さ約34メートルになるそうです。昨年7月には、この古墳を含む、モズ・古市古墳群がユネスコの世界遺産に登録されました。この古墳では、明治5年に前方部で縦穴式石室に収めた石の棺が露出したほか、刀剣、甲冑、ガラスの壺や皿などが出土しています。第16代、仁徳天皇の陵墓であることから、現在、仁徳天皇陵は宮内庁が管理しています。前置きが長くなりましたが、昨年11月にイギリス BBC で放送されていたニュースを簡単にお伝えしたいと思います。そのニュースでは、古墳のことをミステリアスな鍵穴型の墓と表現しており、3世紀から6世紀の間に日本では2万基以上の古墳が作られ、大阪の堺市にはそのうちの50くらいが今でも残っているとのこと。動画の中では博物館の研究員や学芸員など専門家へのインタビューもあったのですが、それによると古墳とは1600年を超える昔に作られたが、単なるお墓ではなく、その当時の政治権力を表すモニュメントとのことで、仁徳天皇陵の大きさについては、甲子園球場が12個分入るくらいで、表面積を比較すると、ピラミッドよりも大きくなると説明されています。また、仁徳天皇陵を作るのに要した歳月については、機械がないため、1日2000人が手作業で作ったと考えると、作り終わるのに
15年8ヶ月程度かかったのではないかと考えられているそうです。個人的に驚いたことは、この古墳は仁徳天皇陵のお墓だと信じて疑わなかったのですが、専門家の間では誰を埋葬したのかをめぐり議論が起きているとのことでした。後でも述べますが、発掘調査できない事情もあることから、中に何が入っているかを含め多くの謎が残るこの古墳には、時に陰謀論もささやかれることもあるようです。 BBC によると、研究員や考古学者がほとんど立ち入ることができないため、いろいろな憶測が飛び交っており、例えばこの古墳には皇室にとって都合の悪い秘密が隠されているのではないか、また前方後円墳の形に似た形が火星に存在することから、陰謀論を唱える人が火星との関係性を憶測したりなどしていますと報じています。しかしながら、この古墳の研究者たちは立ち入り禁止には正当な理由があると主張し、研究にも支障はないとしています。番組内のインタビューによると、普通の人を入れないのは保存することが目的です。あとは日本独特ではありますが、お墓は神聖なものとされているので、それを荒らさないことも理由ですなどと回答した上で、今後技術が発達すれば、発掘によって古墳を壊さなくても新しい情報がわかる可能性が高いとし、発掘調査を全てやることが良いこととは思っていないと答えています。実際に今年の1月には、冒頭でも述べました奈良県桜井市にある箸墓古墳で、その内部構造を探るため物質を透過する素粒子ミューオンを用いた探査が始まっています。ここは高齢天皇の皇女のお墓とされていますが、実は卑弥呼のお墓の可能性も指摘されているそうです。この探査では石室の可能性がある空洞があるかどうかに加え、その位置や方向、その規模などを調べるそうです。この調査が成功すれば、この手法、古代史の謎を解く大きなルーツになりそうですね。余談ですが、諸外国の陵墓と比較して仁徳天皇陵の調査が進まないのは、天皇陵は現在も続いている王朝の陵墓だからという理由もあるようです。例えば世界遺産の始皇帝陵やエジプトのピラミッドの被葬者の王朝は現在は途絶えているため発掘調査されていますが、日本の皇室は万世一系と言われる通り、日本の建国から一貫して続いているとされており、たとえ古代天皇陵であっても現皇室の祖先の陵墓であり、今も天皇皇后の参拝が行われています。発掘調査は王朝交代を経験したことのない日本にとって非常に抵抗の大きいものに違いないと思います。少し長くなりましたが、仁徳天皇陵の番組を見た海外の人たちは一体何を感じたのでしょうか。引き続きお聞きください。それでは海外の反応をご紹介いたします。発掘したら未来へのメッセージとか見つかったら面白いよね。この古墳に関しては何から何まで謎だらけ。こんな大きいものが謎だらけってすごいよね。この古墳がピラミッドより大きいってどういうこと？誰が祀られているのかはっきりわからないのが残念です。いざ発掘したら、当時の中国や韓国のものと瓜二つのものが出てきたらかなり恥ずかしいかも。韓国南部にも前方後円墳があるんだよ。両国は昔から深く関わってたんだね。でも日本の古墳の中には発掘調査が行われたものもあるんだよ。ガンダムの基地とかありそうだね。以前新婚旅行で大阪に行ったんだけど、これ知ってたら見学してたかも。この古墳に誰が埋葬されているのか調査されないってことの方にとても驚きました。これすごいお墓だよね。 Google マップで調べたんだけど、僕の住んでいる近くにも古墳がいくつかあるらしい。
死者への尊敬を示すために学術調査をしないってことが理解できません。アメリカ文化じゃ理解不能かも。どんな人がこの古墳に埋葬されたんだろうって考えると、なんかワクワクしてきます。天皇制が存在する限り、この古墳の発掘調査は行われないでしょう。この大きな古墳、どんな人たちが作ったのかな。この巨大な鍵穴に鍵を差し込んだら、一体どんな世界に行けるんだろう。ピラミッドのようにスキャンしたらどうですか。前方後円墳って言葉、初めて聞いたんだけど。きっと UFO の基地だったんだよ。今日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。技術が発達するにつれ、歴史の謎も解き明かされていくことは、宇宙を例にとってみても、とても素晴らしいことだと思います。私も真実を知りたい、と思う反面、長い歳月をかけて伝えられてきた伝承などが覆される可能性に、少し抵抗感も覚えます。皆様はどのようにお考えですか？それでは今日はこれでお別れです。今回は久しぶりでしたが、次回もお付き合いくださいね。リリでした。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。